えー、夏空ですね。えー、まあ先週の夏空ラをですね、もういろんなことがあったんで、えー、月曜から順番に語っていきます。7月29日の月曜日ですね。えー、夏空はですね、月日が経ってもういきなり昭和39年、えー、1964年の正月ですね。状、え、況、ー、8年目ですね。もうドラマの中で5年も経ってるんですけどもですね。えー、そこではですね新年会で、えー、社長 からです、ねえー、引退宣言が出ます。えー、東洋動画の社長がです、ね、今日私はもう社長をやりますとみんなおおって言ったら何か,かというと、まあ、そのまま会長に上がりますという、まあ、どうでもいい宣言だったんですけどもそこで,です、ねえー、会長からです、ね、子どもの頃から私が好きなのはそろばんでした私は映画とかを見る人間ではなくてと。 これあのまあ一応登場人物たちはドラマの中の人物たちは笑ってるんですけどこれは伏線なんですねそろばんがそんなに好きだったっていうのは以後のこの会社のこのアニメスタジオの中夏空に出てくる東洋動画っていうですねスタジオの中でものすごい合理化が行われるんですね。それへの伏線になってます。 で、良い鉄道マンとは何でしょうか私はもともと鉄道マンとして入った良い鉄道マンとは何かというとそろばんできる鉄道マンだ。ンで,できる鉄道マンとは何かというと終点に娯楽施設を置くと例えば遊園地とか動物園とか野球場っていうですね今も本当に 西部とかです、ね、あの京急がやっているようなごく普通にやったようなことをもともとは東映の社長が始めたという、まあ、そういうふうなことを語るんですけども、えー、僕らもやっぱり今そういう町に住んでいるわけですねなんとなく私鉄の沿線があってその終点には大きい野球場があったりなんだろうなあのテーマパークがあったりそれによって引き寄せられて住んでいるっていう、まあ、いわゆる郊外型の暮らしですか。昔の日本っていうのは田舎にダーッと人が住んでいて でそれとは別に都心部にまた人が集まって住んでるっていうです、ね、簡単なこうすごい構造だったのがこの私鉄が始めたです、ね、その郊外に大きいテーマパークみたいなものを作ってでその結果人をです、ね、通勤列車に乗せよう毎日電車に乗らせようというです、ね、こういうなんか運動で、まあ、日本としては発展してきたわけです。 えー、これが7月29日月曜日7月31日の火曜日はです、ね、まさかの宮崎駿が振られて眞優はです、ね、大塚康夫と結婚という、まあこれですね、結婚発表があるというふうなことで,です、ね、もう僕もひっくり返りました。あの <laughs> 歴史上ではです、ね、この眉ユの,の太田明美はですね宮崎駿とですね結婚するはずだったのがですね <laughs> なんで大塚康夫とってこれね歴史にズレがと思ったんですけどまあまあ別にあのドラマですから <laughs> 歴史でも何でもないんですけどもですね実際はなんでこんなことが起こるのかっていうと、まあ、このユ毛、えー、太田明美のです、ね、出番をなくしたくないからなんですね。っていうのはこの後ですね宮崎駿とこの彼女は結婚してですねで宮崎駿 の、の家で専業主婦になるために、彼女はですね、アニメーターを辞めざるを得なかったんですね。で、そうすると、この人の出番がなくなっちゃうのでですね。まあ、ちょっとそこは、あのアニメ、ドラマですからというふうなことでですね。えー、このまま居残ることになりました。で、この後ですね、宮崎駿、悔しがる宮崎駿とダンスのシーンがあってですね。そこで、なんか、あの、眼鏡を外すと、一気に美少女になるというですね。お約束もあって、ちょっとおかしかったんですけども。 これあのちょっとアップでいいシーンなかったんですけどもこのねダンス何のためにあるのかっていうとですねまあ,あのもちろんこの後で「えー、太陽の王子ホルス」を作りますのでその中ではルサンとビ,ビリアっていうです、ね、2人の若者が結婚してそこで踊るのでその参考資料というのもあるんですけども。 ハイジのオープニングの、えー、ペーターとクララの踊りの伏線なんですね。ここで踊ってるのは全然踊れない二人がこの一生懸命踊るっていうのは後にこんな風にですねアルプスの少女ハイジであのペーターと、えー、ハイジがですね手を天手,手を取って踊るシーンがあるんですね。でこれですねあの実際はどんなことがあったのかというと。 あのアニメーター、誰も踊り方が分からなかったんですね。で、どうなったかって言った、あの、お食べさんっていうですね。今回の夏空のアニメ監視をしている。 で宮崎駿これもまたおっさんですこの二人がですね二人で手をつないでですねそれを横で8ミリで撮影して何とか参加したととりあえずその場にいるサンアニメーターが誰も踊れなかったんでしょうがないから宮崎駿と大田さんが手をつないでこれと全く同じダンスを楽しそうにやってですねでそれをです、ね、森保次さんつまりドラマの中でいう仲さんですねこれを2人がスケッチして、とか ダンンスシーンを作ったというです、ね、これは歴史上の事実があるんですけども多分ですねあのー、僕の読みではこのまま「アルプスの少女ハイジ」にまでこのドラマ行くはずなのでですね、えー、おそらく高畑勲と宮崎駿がダンスをして大塚泰造がスケッチするというシーンが見れるはずだというふうに僕は思っています楽しみですね今から、えー。これがですね7月30日の火曜日の出来事です。 でえー、その日,日のうちにです、ね、昭和40年1965年の春になってです、ねえー、大塚康夫はです、ね、長編の作画監督に抜擢されましたで作画監督になるとです、ねえー、演出家は誰がいいて聞かれるんですねでこれがもうこの当時のアニメの作り方だったんですよアニメっていうのは絵描きが作るものであって演出っていうのはただ単にお話をつなぐための補助にすぎないというふうに考えられた。 だから、主に脚本を書いたりする時とか全体の流れを作る時に出てくるだけで,です、ね、実は作画監督が全てそのコントロールするという考え方があったんですよ。ところがです、ねそのえー、大塚康夫はです、ね、演出はです、ね、高畑勲さんですそれでないと僕はやりませんというふうに言うんですね、まあ、この辺夏空は歴史通りです。 で7月31日水曜日ついに太陽の王子ホルスは始動しますドラマ内ではですね「神をつかんだ少年クリフ」っていうタイトルになってますよく分かんないですけどなんで「神をつかんだ少年」って「神をつかんだ」というとなんかね割といい意味に捉えるんですけどこの,このドラマの中の「神」っていうのはです、ね、どうも死神らしくてですねあまりなんかじゃあ死神をつかんだ少年っていうのがどういう意味なのかよくわかりにくいんですけどもスケジュールは遅れてですね夏になっても「 えっと一番のドラマの中の一番の悪役でありおまけにヒロインになるはずのですねキアラという女の子のキャラクターが決まらないんですね。えー、ナツがですねキアラのキャラをいっぱい描くんですけども全然決まらないこれはあの歴史通りです、えー、太陽の王子ホルスでもですねもうあの奥山玲子つまり夏のモデルになった女性奥山玲子や宮崎駿、あとあのマユ のモデルになったですね。太田明美はですね。みんなでヒルダを描いたけども、これがね全員ですね。ボツを食らったんですね。例えば。奥山礼子上手いんですよ。これこの2つのですね。ヒルダが奥山礼子が描いたバージョンです。なんかこうあの悲しみを称えた感じっていうのは十分出てると思うんですけども。高畑勲はこれでもダメ。で宮崎駿なんて、もういろんなパターン描いてるんですけども、全てダメなんですよね？ で別のやつを見るとですねこっちの宮崎駿のバージョンですねこれも,あのもう全部これ宮崎駿なんですけど宮崎駿ね実はこういうムックで3ページ以上書いてるからどんなに書いたんだと思うんですけどこの鼻筋がスラッと通ってるのはロシアのアニメーションの「雪の女王」のこの女王の影響だと思うそういう人形劇っぽいようなキャラクターも書いてるんですけどこれまたボツを送った。 くらったでここにあるです、ねあーと「太田明美」ってここに書いてありますねこの太田明美っていうのが眞結い後の宮崎駿の嫁さん「えうまいんですよ本当にえー、ら書いたんですけどやっぱこれもですね十分にこのキャラクターにしてもです、ね、この奥山玲子版にしてもですねちゃんと悲しみの表現はできてると思うんですけども。 それれででもダメっていうふうふに言われるんですね、えー。十分に素晴らしいんですけども高畑勲はですね大け、OK、を出さなかったと。でスケジュールは遅れに遅れてですねついに中さんですね森保がですね心配して声をかけるんだけども、えー、高畑勲はですねあの中さんのアニメーションを古いと可愛い動物が出てくるだけの古臭いアニメーションだというふうなことで、えー もう口を出さささないでください。い、えー。でくくだだ自分たちも好きにやらせてください責任を僕は取ります」まあ、後の「伏線になるようなセリフを言っちゃうんですね。で、えー、しかし結局このキアラですねこのキャラクターのです、ね、決定版を出したのはですねこの演出家高畑ドラマ内では一休さんと呼ばれる一休さんが古いとかあの人の言う通りにしてたら新しいものができないというふうに言い捨てていた仲さんの。えー 作っこれはですねあのー、やっぱりあまりに面白い展開だったので,です、ね、毎日新聞とかのですね、えー「中が描いたキアラは小田部陽一さん作だった当時のような絵は描けないいきさつは」っていうことでですねもうニュースにまでなってるんですけども。 その回はですね、えー、ちゃんと夏空のオープニングでもですね「イラスト制作」「キアラ小田部陽一」っていうです、ね、わざわざこのためだけに一回クレジットを出してるんですねまあ、それぐらいちょっと光って見えにくいもうどうしようもないねあのことになっています。えーとですね、なかなかですねあのこれあのまあまあまあアニメーション時代交渉しているベ・田部陽一さんが書いたんですけどもです、ね、それぐらいキア,あのキアラですね ホルスの中ではです、ねあの、ヒルダンのキャラクターというのはです,、ね、すごかったんですね。でどんなにすごかったのかっていうので「宮崎駿の証言が残っています。えー、太陽の王子ホルスの大冒険」を航海時に見た僕の世代はみんなヒルダンに行かれてしまったです、ね、それはかわいいとか萌えとかそういうものとは断じて違う二次元の作られたものではなく考えて行動するそして主張を持った一人の人間を感じて忘れられない実在の人物となった。 僕らが想像もしていなかったものを高畑勲はやろうとしていてそれに応えたのは森二さんしかいなかったヒルダがオオカミに襲わるシーンでフレップという子供とクマを自分の首飾りを与えて逃がして見送る姿これを見た時は凍りつきましたこんな映画を作ってたんだと初めて見たって感じてショックでしたですねこれがですねその時のヒルダですね実際の「太陽の王子ホルスの大冒険」のワンシーンヒルダです えー、自分が持ってるですねその魔除けというかです、ね、あのまあまあまあ,あの守られるための首飾りをです、ねえー、子供と小さい動物に与えてでこの氷の狼がこれから襲ってくるんですけどもその子供た子供がです、ね、飛んでいくところをです、ね、やっとこう見守っている時のこのヒルダの表情というのがやっぱもう森保ジしか描けなかったっていうふうに宮崎駿は言ってます同時にこ,のこういうキャラクターっていうのが。 こんなことがアニメーションでできるんだこういう見せ方ができるんだっていうので、まあ、そのすごいショックだったそうです。ですね。でヒルダンの描き方はですね例えばうつろな目よくあのアニメーションとか漫画でもよくやるんですけども何かその気持ちが入ってないうつろな目を表現するときは目を中央より寄せるんではなくて広げて描くと。 だから、逆に言えば強いキャラを描くときは中央に寄せて描くでそうではなくてその,あのあ黒目だけっていうふうに今ちょっとコメントを聞かれたの違います眼球の位置自身なんですよ。眼球の位置自身を外側に描くと、何かこのぼんやりした虚ろなな目になるんですね。で眼球の位置や中心に寄せて描くと、えー、強いキャラになるっていうのはこの頃、 実験でで確かめられたんですね。その実験っていうのをその森保ジと高畑一彩子何回も何回もその交換してあの話し合って情報交換して実験して実験して徐々に徐々に確かめていったで次にですねそのこの上半分だけ見るとです、ね、目は何も語ってないんですけども下半分だけ見ると口元が笑ってるとこれもですねそれまでのアニメーションの表現で絶対やってなかったことなんですね。これはその えーと一度テレビアニメなどをやってリミテッドアニメって言われるいわゆる顔の輪郭と目とか口とかをバラバラに描くところからできてきた逆説的に発見した方法なんですね。つまり目ののの表表表情情と口の表情をあえて別の表現で描くと。目は怒っていて口は笑ってるとかそういうことをやることによって何とも言えない不思議な表情ができるというのを高畑勲は発見していた なのでこのヒルダの中で積極的に応用していった。どうやってこうやって完成形に近づけていったわけですね。高畑勲の証言です。吹雪のシーンのこのシーンですね。森さんの作画についてそのパトス情熱の表現はマサジに危機迫るものがあったと。えー、自分の作品であっても気恥ずけ恥ずかしげもなく断言したい森さんの書くヒルダは他の誰と誰のとも違って違っていた。森さんのヒルダだけが本当のヒルダだった。 首きからして違ってっいた。森さんからの恐ろしいばかりのエネルギーを全身にみらぎらせていたこの首のつく位置から何から全部違ったので高畑勲にとってはですね宮崎が書こうか大塚が書こうが他の誰が書こうがそれはもうヒルダではないかったっていうわけですね。でもしかしですねこういうのってその「太陽の王子」ホルスがちゃんと完成したから言えることであって普通ですねこの ドラマの中では書かれてるんですけども僕の頭の中にあるヒルダはもっと別のも題ですもっとすごいヒルダが歩いてるは,あのいるはずなんですというふうに言われてもですね演出の頭のの頭中を覗いて描けというのか。これはよくあのアニメーターと演出家の間で言い合いになる問題でですね例えばその僕ももう見たことあるんですけどもオネアミソの翼「王立宇宙軍」ってアニメを作ってる時にですね主人公の「 シロツグラーダットっていうキャラクターがもう本当になかなか決まらないんですね。でこの主役が決まらないと脇役のキャラクターだけ先に進められないんですよ。脇役を先に進めちゃうと主役で使いそうなパーツを 使うかもかもわないですよね。なのでまず主役を決めないとそれに対して太ってる痩せてる顎が張ってるイケメンっていう他のキャラクターっていうのを決めていけるのでまず主役を決めなきゃいけない。で、えー、全くこれ状況同じだったんです。山賀之っていうのは、 絵が描けない監督であって貞本義行はものすごい絵がうまいとその貞本義行に対していろんな主人公のキャラクターを出してそれに対してはもうそうじゃないもっと力強くいや力強くといってもやっぱり所詮現代っ子だからあのそんなにそのイケイケのキャラクターではないということをいっぱいいっぱい説明するんですけどそれに対して貞本はなんかこう描いてみせるしかないんですよ。 で一回目二回目三回目まではまあ描くんですけど四回目五回目ぐらいになってきたら自分としてはこれしかないというのを毎回毎回絵で描いてるからそんなことを言うんだったらもうあなたが描いてくださいよっていう言い合いになるわけですよでもそれは俺は描けないからというふうにもう無限なこう意味のない言い合いしている時にですねある時、ですね、えー、山賀監督はですね急に佐本元吉にオーケー出すんですあこれですこれですこれでお願いしますというふうに言って。 まままあまあ、まあ、無事済んだんですけどその日の夜ですね、えー、もうみんな帰った後で僕と貞本とあと何人かだけ残った時に貞本が「岡田さん気が付きましたか?」って言って「何?」って聞くと「あれ山賀さんに似せて書いたんですよ」ってで何回も何回もやり直されたら分かったんですけどもあ結局あれは自分をいいてほしいんですよね。だから山賀さんの顔の中のパーツをいくつか入れてみたら1回で OK 出ました」 やっあのということで実はその演出家は俺の中には何かイメージがあるんだという時は実際はねなんかねなんか本当にでもそれを描いてほしいわけじゃなくてそれを超えるものを描いてほしいんですね。で 山羅に気が付かれないように山賀と同じ顔を描いたんですね <laughs> そうすると山羅が一発で OK 出したので周りにいるです、ね、飯田君とかです、ね、いろんなアニメーターがニヤニヤしながらですね <laughs> ああやっぱりそうだったっていうなんかそういう話あったんですけどあの。 だから多分そのこのドラマの中でも一休さんは自分の中にイメージはあるんですよそれはもう子どもの頃に初めて好きだった女の子はも分かんないしなんかイメージはあるんだけれどもそれを描いてほしいわけじゃないんですねその子の写真を持ってきてこういうふうにしてくれっていうんじゃなくてそれを超いやこのヒルダのねっていうかあのキアラのキャラクターを決めるくだりはあまりにリアルでちょっとすごいびっくりしたんですけども。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。